じゃあこのバイクで私がいじったところ紹介ね。まず前からねこれが目立つので、これからジビのグラディウス用のスクリーンのステーを使って、ヤマハの B-Wiz っていうスクーター用のスクリーンを、それが全く穴が開いてないやつ、標準だと両面テープで B-Wiz につけるんですけど、でそれにいい感じに穴を開けて、でなるべく下に下ろしてくっつけてます。で通常のギビのステーより1センチ下げてます。多分見てもわかんないだろうけど、若干見えるかな、この奥にシルバーの1センチカラーを挟んでるんですけど、それで1センチ取り付けを下げてます、ステー自体を。で次にこのグラディウスが青白のグラディウスで、本来であればここが白いんですよ、このカバーが両脇。これずっと白にしてたんですけど、ここが黒いスクリーンになったら、すごくこの白い、まあ標準の純正の状態でこの白いのっていうのがすごい浮いてるんですよね、なんかデザイン的に。でそれがすごいいつも気になってたので、ここを黒にしました。塗ったんじゃなくて、ここが黒いグラディウスっていうのがあるんで、それの部品をつけました。でこれでなんとなくこの辺が引き締まったというか、統一感が出たかなと思ってます。どうしてもね、白って膨張色だから浮いて見えるんですよね。それがなくなったと、締まって見えるようになったと。で前からだとこれ麻雀牌シャーがくっついてます両面テープで。であとこのバイクっていう私の作ったラバーバンドをリザーブタンクに巻いてる。でこのバーエンドミラーですねをつけました。つけたというか変えたか、バーエンドミラーに変えた。でこれがハイサイダーっていうドイツだったかイギリスのメーカーのやつですね。それに専用のバーエンドをつけて、でそこにバーエンドミラーをつけてます。スズキ専用のハイサイダーから出てるバーエンドっていうのもあるんですけど、そうじゃなくてもう専用の、完全専用のバーエンドにつけてます。であとスロットルロッカーですね。これもうほとんど野営の時にしか使ってない、本当は高速移動とかを楽にするやつなんですけど、野営する時にこうスロットル街道をこう固定する、で野営終わったらこう解除するっていう、もうなんかそういう用途でしか使ってないやつですね。あとこのスロットルアシスト、これはねマジで便利。これがあるとないとで全然疲労感が違う。同じような用途に使うやつだけど、こっちはめちゃくちゃ優秀、こっちは高いしあんまり役に立たないであとスマホホルダーですね。これは、このスマホホルダーはいいですよがっちりしてるしね、がっちりしてるし、いい、これはでバーエンドミラーに変えたので、標準のあのミラーをつける場所が邪魔だったんですね。で二輪間行ったら、その取り付け穴がないこの押さえるやつっていうのが売ってたんで、日清ブレーキ製ですねが売ってたので、それにこっちは変えました。でこっちのクラッチ側はもう取り付けがそういう挟むタイプじゃなくて、こうバーに通して一点でこう締め付けるタイプだったんで、この穴を塞ぐやつで塞いであります。マイナスドライバーでこう。であと ETC ですね。 ETC はナップスでつけてもらった。でステーも割と綺麗にくっつけてもらったね。で次に電圧計ですね。これはよく時計ですかって言われるんですけど、電圧計ですね。こうまあ起動すると、今 12.5V ですね。これが電圧がどんどん低くなっていくと赤く光るらしいです。で標準の状態だと白く光ってます。今明るいから白く光ってるのわかんないですけど。
で、これがアクアプローバってやつだったかな。アクアプローバって書いてあったっけな。このまま黒いままつけると非常に浮いて見えたんですね。だからカッティングシート青いやつをこの数字が見える部分だけくり抜いて、で貼ってあります。こっちの方が統一感が出るんじゃないかな。で、この青い2つ線は私がカッティングシートを切ってつけたやつですね。これはなんとなくセーラー服の一番端っこのところをイメージしてますで、ステッカーで言えばこっちにイカちゃんが貼ってありますね。これは侵略イカ娘っていう漫画とアニメのキャラクターのデフォルメしたやつですね。これはこういうステッカーが売ってるんじゃなくて、このアニメのシーン、ワンシーンを自分で書き直して、で、この矢印とか英語の文とかも入れて、で、ステッカー切り抜いて、で、ここに貼ってますね。で、さっきこっち回った時にで、あとはこのキジマのヘルメットロックはこの車両を中古で買った時からついてます。でも一回も使ったことないからもう外そうかと思ってるだってここにヘルメットロックあって、で、ここにぶら下げると雨の日とかここがドロドロになるんですよ。で、そこにヘルメットの内側がくっついちゃうんで汚くなっちゃうんですよね、ヘルメットが。だから一回も使ってない。で、あとはグラディウスはもともと650の車体で、で、日本は400なんですよ。400だと、ここに黒いでかいカバーがついてて、まあこれ騒音対策なんですけど、黒いでっかいカバーがついてるんですよ。私はそれがあんまりかっこよくないと思ってたんで、それを外して、で、このカバー。これが650についてるやつなんですよ。400だとでかいカバー、650だとこのちっちゃいカバー。なのでこのちっちゃいカバーに付け替えてます。ここもなんかいっぱい人が来るようになったな。うんみんないなくなったで、あとスライダーですね。スライダーを付けました。で、これはアグラスっていうメーカーのやつですね。の安い方と高い方があるんですけど、高い方ですね。安い方はもっとスマートで、この高い方が径がでかい。なんとなくこっちの方が迫力があるなと思ってこっち買ったんですけど、これは私が免許を取る前から部屋にありましたやっとつけました。で、あとこの辺だと本当はここにサイドカバー、フレームっぽい形のカバーがついてるんですけど、それを外しました。まあそれを外すか、ここに穴を開けないとこのスライダーっていうのがつけられない。この辺からカバーが被るんですよ。こう被って、どこだったかな、ここが全部被るんだったっけな。うん、で、こっちの方がこのフレームがよく見えるんですよね。なんかメカメカしさが増すっていうかね。で、かなりでかいカバーなんで、外すとスマート、もうグラディウスがスマートな車体なんだけど、よりスマートになる。うん、で、ここにカバーが被ってると、これまあグラディウスが V 型のエンジンなんですけど、リア側のエンジンがほぼ見えなくなるんですよ。まあこんな配線ごちゃごちゃしてるから、それを隠すっていう意味もあるんだろうけど、せっかくのフレームがね、いい感じのフレームが見えなくなるっていうのがあれなんで外しました。で、そのフレームを外すといいことっていうのが、そのエンジンが見えるっていうのもあるんですけど、ここにクーラントのリザーブタンクがあるんですよ。カバーが被ってると、このリザーブタンクがすっげー見づらいんですよね。だから水がちゃんと入ってるかどうかが、目を凝らしたり、こう、ライト当てないと見えないっていう、それが嫌だったんで、まあ、カバーを思い切って剥がしました。で、今発売してる SV650 のサイドフレームがそんなにバカでかいやつじゃなくて、ほんのこの辺だけを隠すやつなんですよ。それつけたいなと思って注文したんですけど、ここのネジ穴はあったんだ。で、ここの形も合うんだ。けど、ここのね、ネジ穴がね、位置が合わなくて、どうやっても取り付けできなかった。そのカバー側を
思いっきり長穴加工して削りまくればここにつくんだけど、うん、ものすげえ大変な作業だし、うん、ボロボロな見た目になりそうだなと思ったんで、今回一回諦めました。そのうち時間ができた時にまたやる。そのカバーがないとね、この辺は隠したいんだ。この配線がねちょっと心配。多分これ排気音センサーとステップが降りてるかのセンサーの線なんだけどね、これがむき出しでここにこう足がずっとあるからね、この線が削れていかないかなとか、そういうのが心配なんですよね。で、あとハイシートですね。これはスズキのオプションのシートで、分厚くなってる。標準よりグラディウスのシートってものすごいペラペラなんですよ、標準でついてるやつで。私が割と身長があるっていうこともあって、ノーマルのシートだとね足がかなり窮屈なんですけど、このハイシートにすると割とマシで、あと標準より分厚いんでよりクッション性があって長距離が走れるんじゃないかなっていう感じですね。で、これが電熱グローブの線ですね。バッテリー直です。リレーをつけようかなとも考えたこともあるんですけど、バッテリー直で使ってるとね、この方がいいかもしれない。エンジンかかってない状態でつけ続けるっていうのを注意しておけば、エンジンをかける前にこう設定するってことができるんで、今のところバッテリー直にしてます。もうこう左右行ったり来たりであれですけど。で、あと USB 電源ですね。この取り付けももうちょっと考えようかなと思ってるけど、この位置が便利でね、割ともう動かす気がないというか、確かこれ木島製じゃなかったかな。使ってない時はこの防水のカバーでこう蓋するんですけど。で、これはチーロっていうメーカーの、ここにマグネットがついてて、ここがシリコンのゴムで、で、中に鉄板みたいのが入ってるんですよ。で、この曲がり方で、固定して、こう、配線を束ねられるっていうね。で、あとは、このグラディウスっていうのが本当は、アルファベットなんだけど、それが普通すぎるなっていうことで、カタカナだったらダサいんじゃないかなと思って、グラディウスっていう、カタカナをわざと貼ってます。で、あとは、このマフラーですね。マフラーは、免許を取る前に車体が来たんですよ。最初はノーマルがついてたんですけど、もう免許取る前にマフラーをまず変えたっていうね。三星レーシングっていうやつのマフラースリップオンですね。で、おそらく車検対応。もともと650用だから400につけてもこのまま車検取るかってわかんないんですけど、まあ、車検対応品ですね。で、あとは、このグラブバーを、もともと黒だったんですけど、これをシルバーに変えてます。黒だとね、締まりすぎてるかなと思って後ろから見た時に、このシルバーにした方がちょっと幅があるように見える。で、もうあからさまに変わってますけど、フェンダーレスにしました。まあフェンダーはついてるんだけど、フェンダーレスキットに交換しました、標準のフェンダーを。で、グラディウス用でこういうのっていうのは売ってないんですよ。これは SV650 用を無理やりつけてます。無理やりっていうのは取り付けの穴が合いません。合わないので、通常であれば4点止め、片側2つずつ4点止めなんですけど、それを2点止めにしてます。左右1箇所ずつ。もうちょっとなんとかすれば、これが鉄製なんで穴開けてそのうちちゃんと4点止めにしようと思いますけど、これでもかなりがっちり固定されてるし、あとボルトに緩み止めが塗ってあるんで、まあ、しばらくこの状態で様子見ですね。このちっちゃいフェンダーがついてるっていうのは、まあ、これつけないこともできるんですけど、私はつけてます。これをつけないと全長が変わっちゃって、車体の構造変更しなきゃいけなくなるんで、これだとほぼほぼ長さが変わんないです。だからこのまま車検も通るはず。まだ通してないからわかんないけどね。で、もともとグラディウスっていうのがものすごいでかいリアフェンダーに、ウインカーと、テールランプと、ナンバー灯と、あと、シートロックがついてます。シートロックキーを挿すところ。で、まず、フェンダーレスになって、その全部が付けらんなくなったので、まあ、これ標準で SV650 用なんで、グラディウスのウインカーも取り付け穴一緒なんですよ。
まあ、これは普通につきました。で、リフレクターももともとこのフェンダーレスキットについてるやつです。大変だったのが、テールランプをまず新設しました。で、シートロックのキーを移設しました。まずこのテールランプ。テールランプは、もともとグラディウスってここに、もうちょっとこういう感じなんですよ、形が。で、ここにスズキって書いてあるんですけど、そのスズキって書いてある部分から先をぶった切りました。で、そのスズキって書いてあるこのちっちゃい部品、ここにちっちゃい部品が、そういうのがあるんですけど、それを外すとネジ穴が2つ入るような場所があるんですよ。で、このテールランプの取り付けも、だいたい同じようなところに出てるんですよ。こっちが押す。で、この部品に穴が開いてるんですよ。それをステーを曲げてここにくっつけました。もうちょっとね、ここスマートにできそうなんだけどね。とりあえずつくかどうかっていうのが確認したかったので、とりあえずつけてますけど、ちゃんとナンバー灯もこの下から照らされる感じなんですけど、綺麗にナンバー照らされて、まあこれはこれでいいんじゃないかなと思ってるけど、うん、いずれこの辺はなんとかします。で、シートキーの移設はもともとここにあるんですよ。ここにあるやつを、ワイヤー違うやつを買ってきて、中を通して、で、この裏に移設しました。だから鍵を下から刺すんですよ。こんな感じですね、うん、で、これで回すと開くとこう開く鍵がちゃんと閉めると、ほらこんな感じ。ここもね、もうちょっと後で何とかしようと思ってます。無理やりやってるんで、若干ワイヤーに抵抗があるんで、回り方が渋いんですよね。それをもうちょっと何とかしたい。あと、チェーンを EK チェーンだったかな、そこのやつに変えて、 RK だったかな、あとスプロケも変えましたね。スプロケは私はすごい長距離を一回で走るので、アルミ製だとあっという間に削れてなくなる可能性があるんで、鉄製に変えてます。で、もともとグラディウス400だとここに穴が開いてないんですけど、穴が開いてるやつですね。で、純正と同じ刃数です。こんなところかなあとタイヤが変わってるね、前後、ロードスマート2になってますね、ダンロップの。そんなところかな。こうやって一回で言おうとすると、割と触ってるから時間かかるね。あと、なんか言い忘れてることあるかな。あと、キャリパーが外れてフロントのホイールが傷ついてるとかね。あと、ヘッドライトを LED ヘッドライトにしてますね。スフィアライトっていうところのライジング2ってやつにしてます。で、ちゃんと車検も通るように調整してもらいました。そんなところですかね。自分でやってないのは ETC と、スプロケとチェーンぐらいかな。あとは全部自分でやりましたね。キジマのヘルメットロックは、最初からついてたけど、こんな感じです。やっぱりさ、こう、自分でやって、自分のオリジナルっぽいバイクを作るっていうのはいいよね。かっこいいか悪いかは別として、愛着が湧くよね。純正の状態は完成してて綺麗なんだけど、好きなんだけどね。やっぱりこう、いじった方がね、自分のものって感じがするからね。バーエンドミラーはね、このまま車検通るかどうかっていうのがよくわかんないんですよね。KTM とかさ、トライアンフとかは、もう同じようなやつが純正でついてるからね。また車検の条件っていうのがさ、どうとでも取れるような感じなんで、おそらくこれも理由を考えれば、ちゃんと通るんだと思う。問題なく。で、誰にも文句言わせないっていう感じの、すごいなんか、形がちょっと変わったバーエンドミラーが、タナックスから出るんだけど、それね、やっぱり、すごく無難に作られてるから、アームがね、なんか、微妙な形だったりしてね、私の好みではなかった。スマートじゃなかったね。
とまあそんな感じですね。あとフロントのブレーキパッドとリアのブレーキパッドも自分で変えたしというところです。じゃあ行こうかな。